はい、やってまいりました。はい、こんばんは。どうでしょう、皆さん。こう例えばね、こんな。おー。感覚できましたよ。はいはい。冷えてねえなーって時あるじゃないですか。撮影なのになーって時。撮影なのに冷えてねえなーって。撮影なのに冷えてねえなーって。あるじゃないですか。あるある。皆さんね、撮影なさってますんでしょう。はいはい。ドラッグストアとかで買っちゃう。はいはいはい。常温で置いてますからね。そうです、そうです。すっげえ冷える方法あるんです。何？それをね、本日、はい、お教えしましょう。楽しみ。はい。どうでしょう、今日も。行ってみよう。すごく簡単なんです。だからこの動画めっちゃ短い可能性ある。なるほど。タオルとか、うん、おしぼり、濡れしぼり、はい、はい、まず濡らしてください、はい、びちゃびちゃ。おお、びちゃびちゃに。びちゃびちゃ。え、爆発とかするタイプですか？しないです。ちょっと湿った感じで、はい、やわくしぼった感じ。やわしぼで、うん、で巻くんですよ。紐はいりますか？紐いるね。これ紐いるわ、早速。ちょっとまあうるせえけど、あのサブちゃん見てもらえれば分かると思いますが、早速紐いるわ。紐いりますか？どうぞ、2本です。あ、すごい助かります。くそー、こういうとこに有用性とかいらねえんだよ、紐の。巻きつけるんですね。まあ巻いとくんですわ。はいはい。ほらやっぱ紐貼った方がいい。紐は何かと使えます。ちょっとサブちゃん見てください、紐の何その大事さみたいなの。紐をないがしろにしちゃいけない。紐はなんか一人一本持っといた方がいいとか謎のこと言われてる。これ冷凍庫です。10分ぐらいでキンキンになるらしいよ。なんでかっていうと気化熱なんですって。はい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 。そう、それでどん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 この缶の中の熱が奪われて冷えていくらしいです。キンキンなんですって。じゃあ10分後に会いましょう。はいはいはい。冷えたね。10分経ちました。全くもって冷えてないところから始めてますから。はい。それで冷えてたらすごいよね。来た。あ、でも冷えてる冷えてる。あ、これだけ冷えてれば飲めるよ。あ、冷えてる、キンキンがこっち。あ、こっちキンキンやん。ね。へー、キンキンです。はいはい。あ、冷えてるね、うん、おー、いいじゃないですか。はい、というわけで、うん、本日ご紹介いたします。新しく発売開始になりました、ね、はい、トリスハイボールパイナップルです。パイナップル、はい、限定ということで、はい、もう絶対ダメじゃん。気がするよね、うん、はい、味見ていきます。はい、はい、サントリー公式ページよりトリスハイボール缶、はい、新橋トリスバー監修パイナップルを、うん、8月29日から全国で期間限定販売いたします。はい、書いてありますね。シンバストリスバー監修。はい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 。パイナップルの華やかな香りと程よい甘さがありながらウイスキーの味わいも感じられるスッキリとした後味が特徴です。だそうで、はい、まあトリスの壮大にちょいとパイナップルの風味ってことでしょうかね。原材料名、はい、ウイスキー国内製造、パイナップル、糖類、炭酸、酸味料、香料。なるほど。アルコール度数は 6% ということだそうです。はい、はい、じゃあ味見ていきましょうか。はい、冷た、めっちゃパイナップルだよ。すっげえ。ウイスキーハイボールじゃないね。そうね、パイナップル缶チューハイ、うんうんうん、の香りだね。そうですね、うん、うん、完全にそうだね。パイナップルも、パイナップル、パイナップル、うん、100% パイナップルジュースみたいな香りがします。ああ、そうね、いつも使ってるやつと遜色なくない？香りはそうだね。作られたパイナップル感ってわけでもなく、パイナップル、パイナップル、若すぎるパイナップルって感じでもなく、あ、パイナップル、かすかにいるね、やつが。わからん、やつってなんだよ。トリスが、トリスのおじさんいたよ今。いや、もうパイナップルしか感じない。ちょっと透明、透明、透明。いや、もう全然パイナップル。味見てみりゃ分かんじゃないでしょうか。いただきましょう。いただきます。冷えてる。あれ、あ、うん、あれ、香りの割にはパイナップルじゃないね。うん、そうだね。ほんのり、うん、でもほんのりね、パイナップルなんですよ。これ完璧なつながりなんですよね。パイナップル飴だっけ。ああ、はい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 、前いただいたパイ飴サワ ー, サワーの味。確かに言われてみる。パイナップル感が飴よ。パイン飴だ。パイン飴、薄パイン飴、そんな味わいだ。い
ナップル仕上げとか一応何種類か飲むんですよ、うん、新しいのが出た時、うんうん、夏はよくパイナップルあるんですけど、うん、買って後悔するんですよ。あアルコールの苦さとか体に良くない目つぶれるやつでしょみたいな味、うん、あるじゃないですか。あるあるある。あのニュアンスが強く出ちゃってて、ちょっと飲めたもんじゃないなっていう、うん、半分飲んでもういいかなっていう感じに仕上がるんですけど、うんうん、この子は多分一缶飲み切れるよ。飲み切れる、うん、普通にほのかで飲みやすいです、うん、そうですね。つながりがいいんですよ。本当につながりがよく思いますね。後味にふわって言われてきつく取りすか、ね、そうそうそう、本当後味にねふわっとくるだけで、ただそのウイスキー感はパインの延長のようにも思えるぐらいのものですね。甘すぎないんですよ。しかもそうそうそう、全然甘すぎない。生のパイン食べてる感じだよね、うん、ずっといけるぐらい、そんくらい。パインジュースほど甘くないし、そうだね、この苦味とかもパインに通ずるものがあるって解釈ができちゃうから、うん、そうですね。これはどちらかっていうとおじさんじゃない、そう、若い女の子に向けて、そうそうそう、すごい多分好きだと思う、飲んでもらいたい、好きだと思う、うん、若い女の子見てないよ、また若い女の子見てないね。見てないから、うん、俺たちのチャンネルおじさんばっかりだから、そのおじさんが若い子に伝えればいい。そうですね、若い子にこれそうです、おすすめだよ、おすすめだよって、これいいよって、何何ちゃん飲んでみなよ、飲んでみなよ、好きなんでしょお酒っつって、そうそうそう、セクハラですって言われて、うわつら世間世間つらい、つら話しかけるだけでセクハラですからね。嘘でしょ、本当、話しかけるだけでつらつらいって、極論マジ、うん、あでも相手が嫌がったらだもんね。そうそうそう、嫌がんなよ。そうなんだよ。でもしょうがないね、難しいところですよね。あナイーブだね、ナイーブな、被害者救済が過ぎるんですよね、やっぱり日本の企業知能がいやー参ったねこれ業務に関係ない話な時点でアウトなんですよ。あーなるほど、うん、明日お酒の話なんてなったら、まあまあそう、言いようによったらとんでもない方向に転がってくる。あーぶねー、絶対企業に勤めらんないんだけど向かないと思う、すぐセクハラで向かないと思いますってなんで絶対に向かない、まあ、向かねえんだよこんな年になって企業に勤めらんねえよ誰も雇ってくんないよ。確かに、確かにってなんだよ。確かにそうです、ね、確かにっておかしいだろ。僕人事部だったらちょっとごめんなさいバカ野郎営業とかだったら、営業部とかだったら悪いじゃん、あはははって髪も黒く染めますし、いやそのままで大丈夫ですその代わり基本外回りでお願いしますじゃあやだよ面白いですけどね、そういう人が一人入ってくれば。いやまあ絶対無理だよ、無理無理、飲みやすい、はい、じゃあ、うん、TC に合う、合いそう、TC と言いますのはカンボジアのジンマウシムのトロピカルシュラス、あこちらはですねツッチーバッチです、はい、いただきましたよ。新井さん送ってくれないかもね、は払いすごいトロピカルすごいんだけど、待って、あのそういえばこれ酒マシマシだよね。酒マシマシですね。あ、何これ、香りはね、もはやね、ジントニック級なんですよ。そうです、爽やかさといい、清涼感といい、ラムネだよね。あ、ラムネっぽいね、ラムネみたいな香りが上がってくる。ラムネっぽいね、確かちょっと苦味とか出ちゃったでしょ。うーん、なんウーロン茶みたいな苦味ありますよ。 あと酸味ね、酸味 ちょっと合わない、違ったな、違ったっすよ。そう違ったんすよ。合うと思ったんだけどな。でもこれが繊細なんだよ、だからそれだけ逆にうまく作ってると思いますよ。ほんと上手にぴったんこなところで、パイナップルリキュールのソーダ割りなんじゃないか。うん、そうそうそう、うん、ごめん、そんな感じでこれ自体はね、美味しいっすわ。これ氷入れて、うん、タンブラーで飲んでみたらやっぱ変わるのかな。やってみましょうか、
無理しちゃってみたいな。無理しちゃって。で俺結構飲んでんだよ、ほら。そうだね。飲める飲める。もう半分もないけど。グラスに注ぎまして。あ、こっちの方がウイスキー感が出るな。出ますね。うん。おっしゃるともうウイスキーソーダだ。うん、なんかパイナップル感は消えるね。うっすっていうウイスキーソーダですね。あ、そうそうそう。いただきます。いただきます。おお、こっちの方がパイナップル強いね。パイナップル強いけど酒感がほぼない。そう、あの蜜パイナップルソーダ飲んでるみたいな、うん、全然ジュースだよ、うん、ごくごく飲めちゃうよ。お酒感全くなくなってんじゃん、はい、ただ一つ断言できるんですけど、はい、食事には絶対に合わない。あ、食事合わなそうだね。他のアジア系の料理とか食ってるんだったら合うのかもしれないよ。そうそうそう、そっちは和食とか合わないね。日本の食卓にこれを合わせるって言ったらちょっと厳しいものがあるのかな。いや、まあ噛んでそのままなんかゆったり飲むのがいいんじゃないかな。そうね、はい、と思います。ちょっとコーヒーだとマジでジュースだからやばい。やばい、酒飲んでる感はないから、ちょっとお酒を飲んでるという満足感が欲しい人は氷じゃない方がいい。うん、これはでも個人的には買いですよ。買いだね。いや俺もそう思う。いいものだと思いますマクベね。マクベだと思います。マクベですね、はい、何マクベ？2マクベぐらいマクベカウント。あ、5マクベ中何マクベ？ 3マクベ。3マクベ入りました。3回ポーンってできますね。できますね。できます。はい。ぜひね。3マクベです。3マクベなんで、皆さん、買ってもまあ、損ないかなと思います。そうですね。はい。というわけで、今日はこの辺で、またありがとうございました。ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。